今まで組んできたレゴクリエイターのロボット枠の中で、これ結構好きかもしれない。いやー、これはすごいかっこいい。この宇宙探査ロボの操縦席にミニフィグ座れるかな。まあ、勘のいい人だったら多分わかると思います。皆さんこんにちは。ジェイソンレゴブルダー。ひろゆえだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴクリエイター宇宙探査ロボです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは2月の下旬頃に発売された新しいレゴクリエイターです。今年発売されたレゴクリエイターのワイルドライオンとサイバードローンに続いて、この宇宙探査ロボを作るのもすごい楽しみです。去年はロボ枠はなかったんですけど、一昨年発売されたレゴクリエイター海底調査ロボの完成度が非常に高かったので、今回の宇宙探査ロボもすごい期待してます。これ箱見る限りいかにも宇宙にいそうなロボットです。で、今回こちらの宇宙探査ロボ以外に貨物輸送船とメカスーツに組み替えれます。はい、箱の後ろはこんな感じです。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が4つと説明書が3冊入ってました。はい、今回の動画ではこちらの宇宙探査ロボを組み立てます。
完成、宇宙探査ロボです。おお、これはすごいかっこいい。今まで組んできたレゴクリエイターのロボット枠の中でこれ結構好きかもしれない。いや、すごいかっこいい。ちなみに宇宙探査ロボの付属品はエイリアンとクリスタルです。はい、まずはこちらがクリスタルです。黄緑色のクリアパーツがすごく綺麗なので、これはもうまさにクリスタルです。はい、そしてこちらがエイリアンです。全体はこのようになってます。なんかどことなく愛嬌のある顔をしてます。エイリアンの歯のパーツが結構特徴的になってます。エイリアンの後ろ側がボールジョイントになってますので、このように稼働します。なんかちょっと不気味な感じがあって、これはいいな。そして腕もこのように少しですが動きます。足も一緒です。はい、箱の通りに動かすとこんな感じです。ちなみにこのままだと自立はしません。いや、でもこのエイリアンもなかなか面白いです。はい、そして続いてはこちらの宇宙探査ロボです。いや、もう何回も言ってるんですけど、むちゃくちゃかっこいいです。ロボの形としては海底調査ロボと一緒です。海底調査ロボの場合は片腕がクレーンアームだったんですけど、今回はノコギリになってます。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見るとこんな感じです。まあ当たり前なんですけど、海底調査ロボともう全然違います。これ見てすぐに宇宙にいるロボットって感じますね。裏側のバックパックの造形もすごいことになってます。はい、そして右腕のノコギリはこんな感じです。いや、これはすごくかっこいい。左腕はこんな感じです。左腕は4本指になってます。はい、そして足はこのようになってます。なんか足の作りがオーバーウォッチのバスティオンと海底調査ロボと似てますね。ただ作り込みがもう全く違います。はい、では続いては可動範囲について説明します。この宇宙探査ロボは思ってたよりかなり動きます。まず頭部自体は動かないんですけど、腕がこのようにクリックで動きます。ここがボールジョイントになってますので、このように回転したり、右腕のこのノコギリはこのように回転します。いや、ノコギリ回転するの超かっこいい。左腕のボールジョイントはこのようになってますので、このようにグリグリと動きます。手首も稼働して、でさらに指もこのように稼働します。指はこんな感じですごい自由に動きます。そして足はこのように稼働します。ただこれパーツに当たっちゃうので前稼働はしませんね。こんな感じで上下に動きます。そしてつま先はこのように動きます。いや、このクリックの音めっちゃいいな。はい、可動部分を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。いやー、これはすごいかっこいい。あの、このポーズなんですけど、なんかスーパー戦隊のロボの必殺技みたいです。はいこれ片足立ちいけそうな気がするな。ちょっとやってみます。おー、すごい。はい、今回も無理なく片足立ちすることができます。はい、付属するエイリアンとクリスタルと並べるとこんな感じです。これはすごい雰囲気が出ます。で、そしてこの宇宙探査ロボのこの頭部パーツはどのようになってるのかというと、はい、このようになってます。これを逆さまにすると、はい、こんな感じで目のパーツを変えることができます。これはすごいな。で、背中のこのバックパックに先ほどのクリスタルをセットすることができます。はい、セットするとこんな感じです。はい、では続いては大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にそうですね、ミニフィグ5体分はあります。そしてレゴマリオと比較するとこんな感じです。あ、なんか大きさ的にマリオのパワードスーツみたいです。はいそしてこの宇宙探査ロボの操縦席にミニフィグ座れるかな。ちょっとやってみようと思います。ちなみに内部の造形はこのようになってます。これ大きさ的にミニフィグ乗るんじゃないかな。これでミニフィグ乗れたらこれ間違いなくすごいです。では乗せてみます。で、蓋をする。おー、はい、なんとミニフィグを乗せることができます。いや、これはすごい本当に。じゃあこのミニフィグ以外でも今回のこのエイリアンは乗せられるかな。あー、乗せられないですね。前足にパーツ当たっちゃうんですけど、これを一層後ろに持ってければ案外乗れそう。あ、いけそうな気がする。でもマックスここまでか。
腕をここまで持ってこれば乗れそう。おお、乗れる。うわあ、すごい。はい、なんとまさかの付属するエイリアンも乗せることができます。いや、これはすごい。そして操縦席がエイリアンになったことでかなり目立ちます。じゃあエイリアン以外にこれはどうだろう。ああ、無理ですね。まあ、クリーパーは基本的に、まあ、座れないですね。ああ、ここ残念だな。これクリーパー乗せられたら、もうすごいよかった。この宇宙船に一番似合いそうなサイバードローンに付属するミニフィグを乗せると、おー、すごい似合う。いや、これいいな。じゃあ逆に後ろのバックパックにエイリアン座れるかな。あ、いけそう。腕パーツをちょっと前に持ってくれば、おー、いけました。なんとバックパックにエイリアンを乗せることができます。なんか連れ去られたエイリアンの子供みたいな。じゃあ逆にミニフィグを乗せると、おー、すごい。あ、なんとバックパックにもミニフィグを乗せることができます。いやー、もうこれ最高。ミニフィグが2体いるだけで誰が操縦者なのかさっぱりわかんなくなっちゃいますね。はい、そして僕はこのレゴクリエイターを、はい、2個買いましたので、僕がどうしてもこのレゴクリエイターでやりたかったことをやります。まあ、勘のいい人だったら多分わかると思います。では行きます。せーので、はい、こちらです。両腕を同じにしてみました。いや、もうこのレゴクリエイター本当にもう最高。はい。両腕がノコギリの宇宙探査ロボがめちゃくちゃお気に入りです。いや、これはすごいかっこいい。ちょっと一回すごいダイナミックなポーズ撮らせてみよう。はい、ポーズを撮らせてみました。いや、超かっこいい。なんか見た感じスーパー戦隊の敵側のロボにいそうな感じがして、すごいかっこいいです。はい、両腕をロボットアームにした状態でのポーズはこんな感じです。指や腕が動くことでかなり雰囲気が違います。いや、このレゴクリエイターは2個買いしても大正解ですね。これは本当に素晴らしい。はい、レゴクリエイター宇宙探査ロボはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター宇宙探査ロボを組み立ててレビューしてみました。僕が今年買ったレゴクリエイターの中で今一番です。まずこの宇宙探査ロボ自体の完成度が非常に高いのと、あとは可動やギミックも本当に完成度が高いので、これはすごいおすすめします。あと、さらに宇宙探査ロボにミニフィグを乗せることができますので、ぜひ皆様やってみてください。ちなみにおすすめはサイバードローンについてくるロボットのミニフィグです。で、さらに言うとミニフィグなくてもこちらのエイリアンでも十分遊べれますので、これは本当におすすめします。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらの貨物輸送船に組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。